市川夏樹です。仕事内容は主に、サービスなのでホール料理提供だったりオーダー聞いたりとフロアをうろちょろしてる人です。はい、ザ・フレンチトーストファクトリーというお店で、メインは、フレンチトーストと、パンケーキにをご提供させていただいているお店です。まず一つは一番看板メニューとさせていただいてます、シフォンパンケーキというパンケーキです。パンケーキの生地自体は、全て一緒なんですが、まずメレンゲを入れさせていただいてとにかくふわふわに作ることをこだわってるメニューになっておりまして、一番シンプルなものになりますのでメープルシロップをかけてそのまま食べていただくというベーシックなメニューになっております。もう一つの方が、黒ごまきなこパンケーキといいまして、当店毎月季節のパンケーキというのをやらせていただいてるんですが、その去年の2月に季節のパンケーキとして提供された黒ごまがあまりにも人気すぎてお客様からリピートのお声掛けをいただいたのでメニューの中に入れさせていただきました。見栄えもすごく映えていて黒ごまの味ときな粉の香りが楽しめる最高の一品になってます。はい、はい、そうですね、すごいカジュアルな雰囲気になってるお店、店内なのでいろんな年齢層のお客様が入りやすく馴染みやすいお店になってます。でシンプルなものが多いので甘いのがここまで得意じゃないかもっていう不安のお客様にも楽しんでいただけるものがたくさんありますので、ぜひぜひこの機会に当店のふわふわのパンケーキを食べていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ぜひ限定でクーポンを出させていただきますのでよろしくお願いいたします。